ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、シーズンは終わりましたけれども、はい、今フェニックスリーグが宮崎で。そうだな、はい、まあ、来季に向けてね、はい、まあ、いろんな戦力をこう使いながらとか、はい、またできなかったことを実戦で試すとか、はい、まあ、いろんな思惑がね、チームによっては違うと思うけども、はい、いいことだと思うな。そういう試合の中で培われていくもの、はい、まあ、これはもう大事なことだからな。そうですよね、はい、ただそのフェニックスリーグですごく嘆いてる方がいらっしゃいます、はい、もう嘆いてるって言ったらも もう顔や頭に浮かんでくるのは片岡か。もちろんそうです、中日の、まだ今は2軍監督になるんですかね。来季はもうヘッドに、まあ、そうだな、まあ、もうヘッド格に上がってるんだけども、はい、まあ、最後のね、はい、まあ、2軍の指揮を取るということで、はい、まあ、フェニックス行ってるけどね、はい、行ってますが、はい、片岡篤史2軍監督ミス連発に嘆き止まらず、はい、ゲームでできないとあかんのよ、野球観どうしたらいいのかなと記者に尋ねているという、うん、もう大変な今状況に、まあ、サジ投げたっていう感じか。もうそういう感じになってます、ね。まあ、でもサジは投げないだろうな、彼は最後まで最後まで面倒見ると思うけど、これはですね、その11日に、はい、フェニックスリーグで、独立リーグの選抜と中日のが対戦して2対6で敗れたというところで、はい、この試合で非常にミスが連発、はい、まあ、走塁であったりとかセーフティーバントで空振りしてしまうとかミスが連発してどうしようという嘆きが入っておりまして、選手たちに対して、はい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 、でさらに、はい、3回の守備で途中交代のリューク選手に、はい、関しては守備はうまいと、でも態度だと、うん、プロ野球だけど挨拶、返事、先輩への言葉遣いとか最低限のことはある、彼は人間的に変わらないといけない、そのために連れてきているし謙虚さ、ひたむきさが出てきたらもっとうまくなるはずというふうに、まあ、奮起を促したという異例というかまあ連れてきたっていうのは俺の横に置いといたっていう感じだね、はい、まあ、ただね、俺はこれ昔の野球がいいか悪いかは別問題として、やっぱ人がやることだから考え方、性格、そういったものっていうのは、うん、やっぱプレーに現れるんだよね、はい、人間だから、うん、だからそこら辺は人間を正すというかさ、やっぱこう間違いのないような、まあ、考えを持たさなきゃいけないし、そういうとこから何をやらなきゃいけないかっていうのを見つけ出していくというね、はい、大事なことだけど、はい、プロ野球に入ってやらなきゃいかんかなって、いや、そうなんですよ。いや、思うけどね。これって例えばもう小さい頃からの家庭の、ね、な環境だったりとか、まあ、三つ子の魂100までって言うからさ、うん、はい、なかなかそう変われるもんではないと思うけど、加藤君が言ってることはすごく大事なことだし、はい、そこはね、厳しくやらないとやっぱ社会が崩壊する。うん、そうです。まあ、例えばさ、コンプラとかパワハラとか、はい、まあ、いろいろ言われてるけど、もうそれを本当にやらないっていう人は喋れない、うん、はい、喋れなくなる。まあ、例えばこういう動画を撮ってて、リュウコの話を今それをした、はい、それがもうパワハラみたいなもんだからね、うん、まあ、それはコンプラに引っかかるとかさ、はい、うん、いや、だけどこれを黙って見過ごしてみんなが喋れなくなったら、はい、で喋らなくなったら何にも面白くない世の中になるよ、うん、まあ、それはもう極端な例だけどもさ、はい、だけどそれはね、やっぱチームの方針として、また団体スポーツをやる上で俺はとっても大事なことを片岡が言ってると思うんだ。そうですよね、うん、高校野球の時ってイメージですけど、やっぱり縦社会というか、うん、先輩と1歳でも違えば後輩で、はい、言葉遣い、挨拶とかそういうのってすごく徹底的にやっているっていうイメージだったんですよ。いや、まあ、それが社会受けしたからね、はい、就職の時にやっぱり野球部優先でみたいな、はい、そういう企業もあったし、それはなぜかというと、うん、まあ、挨拶とか、はい、先輩とか、うん、そういうこう目上の人をこう敬うというかね、まあ、そういうことがあったんだろうけども、まあ、それが古いって言えばさ、うん、古いかもわからないけども、俺は日本の一番いいとこだと思うんだよ、それが、うん、だからそれをなくしてダラ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 さ、誰が何やらわからんみたいな、そんな感じじゃダメだよね。やっぱね、強いチームっていうのは縦社会っていうのはしっかりしてるよ、うん、だら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 ね、何にもないようなところがやっぱ強いチームに育つとは思わない、はい、やっぱ勝負の世界っていうのはやっぱ先輩が後輩を思って教えるとか、その後輩が上に立った時にまた教えていくとか、はい、今もう集団でさ、ね、あいつクビにしたかったらおちょっと仕掛けようぜみたいな、平気でね、できる社会だと思うんだよ、はい、
まあ、そうなってくるとね、もう何が正しいのか、ね、何をやっていいのかっていうのはこう分からないよ。そうですね。だから口を開く、まあ、例えばそのパワハラとかコンプラに、ね、それは分かりながらもそうやって厳しいことを言っていく指導者っていうのは俺は必要だと思うし、だから片岡なんかいいと思うすごく。しかもその人としてその基本的なことを言ってるのであって、返事とか、だからそれが彼にとっては基本じゃないんだよまだ。いやだから基本じゃないからやらないわけでしょ、うん、あと例えばそれを叱ってくれたりこう注意する先輩がいなかったのかもわからないよな。で現在の中日にももしかするとやっぱり今若手が多いので、まあ中日問わず、まあ、そういうところは一般社会もそうだなけども、うん、まあ、そうなっていってんじゃないの。ちょっとまあなーなーみたいな感じの、まあそうだね、なあなあにはなってきてるとは思うよな。ただそのやっぱりピリッとしたものをやっぱお客さんからね、はい、あのファンからお金を徴収して見せるという野球はさ、ピリッとしてるやっぱり野球の方がいいと思うし、ダラ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 やってるさ、はい、野球なんか見てくれないと思うからね、うん、だからまあそこら辺はやっぱもうしっかり正していった方が俺はいいとは思うけど。そうですね、うん、それがやっぱりその成績につながっていったりとか競争に勝ち抜いていったりとか、うん、っていうことにもまあつながってくるというか。で怖い人間ってなかなかいないんだよ今ね、うん、片岡なんか存在が怖いからね、本来は怖いからだからいるだけでピリッとするよ。ただね、今の若い選手にやっぱ片岡さんっていうのはなんかあんまり怖くないですかね。いや今もうあのなんていうの、何かされたらもうクビだっていうのがあるから、そうか、だから怖くはないとは思うけども、ただやっぱり言ってること、やろうとしてること、これは間違いではないし、うん、そこで選手で育った人たちっていうのは将来あの時のああやって言ってくれたことがっていうふうに思い起こせると思うよ、はい、やっぱね年を取ってくるとやっぱそういうものがいかに大切かっていうことが分かるけど、うん、若い時に分かった方がもっと人間的な幅ができるな、はい、だからこれはやっぱこうもう一度噛み締めて、やっぱ言われた選手っていうのは自分を見つめ返して何が足らないのかとか何が必要なのかとか、はい、私生活でもそうだけども野球にとってもプラスの影響っていうのは受けるはずだよ。そうですね、うん、野球をやめてとか、うん、野球から離れた一般社会になったらまたさらに厳しいというか上下関係だって出てくるわけですし、まあ上下関係が出てくるとは思うし、うん、ただ一般社会の方がそういう面ではぼんやりはしてるけどね、やっぱ人生って長いから、で野球の人生ってさ、はい、もう一瞬間だからさ、うん、だからそこら辺で分かっとかないと、やっぱぼんやりした社会になったらまた分からなくなるというか、うん、やっぱ人生 その時間の長さによってやっぱこう危機感を感じるか感じないかっていうのはあるから、この危機感があるそのプロ野球人生、まあ15年から20年だと するじゃない、まあ一流でよ、そこで分かってる方がいいね。そうですよね、うん、厳しく接してくれるようなコーチっていうのはあんまり耳にしない、やっぱ選手ファーストでやってるとは思うけど、はい、だけどそれでじゃあ何が成し得るんだっていうと、物事って歴史で学ぶことっていうのはすごく多いんだよね。でやっぱりそこから学んでる方がすごくためになるというかさ、経験でしか物が言えないやつっていうのはたが知れてるんだよ、そいつが持ってる経験でしかないからたが知れてるんだ、その経験を話すやつっていうのは言うこと聞かなくていいよ、でも歴史から言うんだったら紐解いてくる人間の話っていうのはやっぱりよく聞いた方がいい。うん、瀬島隆三ってね、はい、昔商社に勤めてた有名な方がいるんだけど、賢者は歴史から学び、愚者は経験でしか学ばないっていうことは残したんだけど、もうその通りでやっぱりね、歴史っていうのは繰り返すって言われてるしな、日本の伝統的なもの、はい、まあ、そういうものはやっぱりね大事にした方がいいと思うよ。そうですね、うん、なんか野球っていうと、まあ、昔ですけどやっぱり厳しいとか、まあ、サッカーっていうとね、まあ、試合中は野球が厳しいとか、うん、サッカーが厳しいとか、うん、いろんなものが厳しいんじゃなくて、うん、やっぱ勝負っていうことに関しては厳しいんだよ、うん、その戦争をしなくなった昔、国と国との戦い、うん、国の中でも領土を取るっていうので争いが起きてた、それを野球に置き換えて戦いをしてるわけよな、はい、
まあ、例えば名古屋と東京だったら東京とか、うん、大阪とか、はい、どこが天下を取るんだっていう、その戦いをしてる中で生きるか死ぬかっていう危機感はないにしても、そのぐらいのことを持ってた方がやっぱりよりファンは喜ぶだろうし、応援もしてくれるだろうしね、はい、うん、だからなんかまあ古臭い言い方かもわからないけども、そのぐらいの危機感を持って戦ってるプロ野球っていうのは魅力に感じるしね、そうですね、うん、そこでやっぱ選手たちがやっぱ人としての魅力も感じれるような、そういう人たちが育つとやっぱそのチームというのは魅力的なチームになるかなっていうふうには思うよね。そうですね、うん、今ね、あの若手の選手たちがフェニックスリーグにいますけれども、若くてもこういうふうにまだ声をかけてくれたり気にかけてくれるうちがまだ良くて、あと数年もこれでずっと続いてたらいつかね、もう君いいよっていうふうに言われる時が来てしまいますしね。ミスをするっていうことはそこからおころびが生まれて負けるっていうことだから、負けるってイコール死だからさ、はい、っていうことを考えた時に恥ずかしめを受けるとかね、うん、そういうことを考えた時にやっぱこう勝負っていうのは厳しいし、やっぱその前に人としてどうあるべきかっていうのをしっかりしとかないと、そういう野球ができなくなるっていう教えだろうね、うん、そういうことですよね。今となってはこう厳しいコーチがね少ない中、俺は全然ありだと思うしね、うんうん、愛情の裏返しだよ。まあそうですよね。もったいないのはリュウクなんか見てると、うん、まあ、リュウクの話に特化したとしたらね、本当に守備はね魅力ある、はい、だけどやっぱこう打つとかなんか横のつながりだとか、はい、いろいろ考えた時にやっぱつながりの持てる、うん、そういう選手たちがいて一つの輪が形成されるわけじゃない、はい、この輪を乱すようなやつがいるとすると、やっぱそのチームっていうのはそこから崩壊を始めるというね、うん、だからそういう人間にはなってほしくないしね、はい、うん、まだ若いし、うん、まだ分からないところ、勉強しなきゃいけないところっていうのはたくさん感じてるんだと思うよね。だから言ってるんだから、うん、耳を傾けて頑張ってほしいとは思うけどね、はい、そうですね、はい、これからもね中日をやっぱり背負っていく選手たちなので、いやそうだ、うん、まあまあ発展途上だからね、まあミスは起きると思うし、だミスが起きるからフェニックスに行ってるんだから、うん、はい、だからミスを極力なくすようにね、はい、まあ、努力するということも大切なことだね。そうですね、はい。